D チャンネル in 岐阜というわけで、私テベソ人生初の岐阜県にやってまいりました。というのもね、ツイッターで岐阜県に行けというふうに言われましてですね、言われた通りやってきました。何の巡りがあるんでしょうか。そして今回はですね、私一人だけではございません、頼もしい仲間が来てくれました。でーん、来ました。どうも、アトリエ半蔵です。お久しぶりです。久しぶりです。半蔵元気です。イエーイそしてですね、はい、半蔵と前に会った時と同様にですね、はい、もう一人来てくれました、はい、こちらです。はい、どうもどうも、小林です、はい、今到着したばかりです。もう本当たった今会ったばかりね。ちなみに皆さん岐阜県には来られたことありますか。何回もあります。ある回はあります。もう通過するとかそういうのはあるんですけど、自分も同じ中部地方なんですけど、はい、全く初めて来まして。何がある。中部地方。中部地方です。新潟って一応中部地方。すみませんね。店中部ですよ。もう本当ね、どこもね属せないみたいな感じなんだよね、新潟は。まあそういう感じなんで、レンタカーをね用意してますんで、まあそれで適当に巡ろうじゃないかと、そういうふうに思います。はい。よろしくお願いします。じゃじゃーす。さすが岐阜っていうか、今レンタカー借りたんですけど、あ、もう取ってるんですね、はい、まあ、3人しか行かないんで4人乗りでね予約したんですけど、はい、なんか空いてるんでみたいな感じのサービスで、こんな感じで6人乗りの6人乗りのシエンタを、ね、3列のやつなんですよね。ちゃんとシガーソケットもあって、切りにくい天気がいいからよかった。本当に天気がいい。ここ最近すごくいいですね。晴れ男ですから僕は。あ、ここすごいですね。2車線の一方通行になるか。対向車みんな来るだろうみたいな。曰く付きも違う。桜が綺麗だ。本当。だったら僕はビールを買わなきゃいけないんですよ。これはもう運転はできねえな。だって今日休みだもん俺。休みの日はお酒飲まないといけない。ああ禁断症状が。あ、手が震える。あれ中じゃないですか。休み酒。あービール、桜、日本酒、飲まなきゃ。誰か特効薬で鬼殺しの缶パックを。あの辺駐車場っぽいね。あ、そうですね、あそこが。前から来るぞ。右方向で。待っててよ。あ、これかな、なんか。あ、ここっぽい感じするね。すごいさっさ。よし。本日定休日です。あー、こういう感じか。松尾芭蕉でした。全然違いました、ね。それは僕が欲しかったんですよ。僕は。おいき飛騨って書いてあるじゃない。まあ飛騨みたいなもんですよ。ここも。まあまあ岐阜県だしね。岐阜なんで。さあ、小林さん。ただいま我々岐阜県にいるわけですけども。はい、岐阜県といったら何ですか。岐阜といえば長良川ですね。そうですね。はい、結構流れが急ですね。そうですね。いやでかいし、はい、川結構綺麗な感じですね。綺麗ですね。せっかくなんでちょっとこの長良川を使って、はい、まあ後で半蔵さん来ると思うんで、はい、ちょっとまあじゃんけんかなんかして、はい、負けたらとあるダジャレをちょっと我々3人の中でちょっと実行しようじゃないかと、はい、思いまして、はい、まあ長良川って言ったら鵜飼が有名じゃないですか、はい、ウにね皮かけて、はい、我々何ができるかっつったらうがいかなと。あれですよ、紙コップないんで直に確か浜名湖でもやりました。やりましたね。じゃあ行きますよ。最初はグーじゃんけんポン、いってよ。よーイエーイうわ
喉の調子はいかがですか。まあ正直そんなまずくはないか。生鶏など60数種類の野鳥をはじめ、ギフチョウなど1万種類の昆虫が生息しております。ギフ城の歴代いた人の6人目が織田信長っていうとこらしいです。そうですね。まあ、小林さんはまあ過去に行ったことあるということで、ここあとどれぐらい歩く感じですか。いや、その子供の頃なんで。ああ、子供の頃あんま覚えてないです、ね、あいっぱい歩くんじゃ。何ですか。いっぱい歩くんじゃ。さあ、必死こいつ登って、約二の門。すげえ。見えますよ、綺麗に。え、マジですか。おお、お、見えた。見えたけどカメラ映ってか。さあ、ようやく、岐阜城に到着しました。正直、グリコンの時より使いましたね。はい、だいぶ道は整備されてるんですけどね。ただ景色はその分すごくいいですよ。岐阜城の中ですけど、いやー、とにかく景色がね、はい、あーすごい。カメラじゃ伝わらないかもしれないけど、これは一望できる。これはすごいですね。ちょっと澄んでますけど。そうですね。そりゃ天下を取りたくなるなと思いますよね、この景色は。あそこに見えるのが名古屋ですか。ああ、そうですよね。名古屋が見えるって言いますもんね。もうカメラじゃ白くて何も見えないけど、いやーすごい。はい、というわけで、ただいま夕方6時過ぎまして、レンタカー返しまして、はい、これからじゃあ帰ると、はい、岐阜の旅終了ということになります。はい、楽しかった、ね、楽しかったです。楽しかったですね。なんやかんや、最初不安しかなかったんですよ。そうなんですよね。何調べてもなんか面白そうなところなかなかね、思いつかなかったんですけど、でまあでも行ってみたら景観も綺麗で、はい、で飯もうまくて、まあ、飯は多分後日放送する感じだと思いますけども、はい、まあ楽しめたんじゃないかなと。一日通してもうちょっと痛かったなとか、なんなら夜までいて一泊した明日もっていうのができればいいな、ね、今はそういう感じですね。はい、前回名古屋で今回岐阜で中部地方ばっかなんですけどまあ次回は関西とか関西行ったりとか、もっと遠くの方へ、逆に千葉とか言ってもらいますよね。千葉は僕が住んで今住んでるところじゃ。これから小林くんも、ね、サラリーマンとして、はい、来週からね、なかなかまた D チャンネルというのはね、本当にみんながみんなシフト制。そうなんですよ全員がシフト制だから、なかなか会える時っていうのが限られてくるのは、はい、ですけど思うんですけど、まあ、その中でもまた1日でもかぶさればだし、はい、まあなんやかんやで頑張ってね、頑張りましょう。サラリーマンお願い、頑張り、頑張ります。はい、というわけで、牛犬の旅お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。本当頑張れよ。頑張ります。今王手じゃあどうもありがとうございました。ご来店ご来店お待ちしております。お願いします。